皆さんどうもこんにちは、ボラです。学校であった怖い話地球級をやっていきたいと思います。今回は6週目の一番手、細田くんの話から始めたいと思います。で、細田くんの話は結構何回も聞いたことがあるので、そうですね、このまず最初のこの問いですね。じゃあ特に気にしていない、いやあまり乗り切れなかったでしょうかって答えて、どうなってきな、多分この辺最初の方は多分一緒だと思うから、多分話が違くなるところまでカットします。はい、ここまで来まして、皆さんは夜泣き石かな、夜泣き石の話を知っていますか。その名の通り、夜になると泣く石です。それでその夜泣き石がある場所がトイレなんですよ。へえ、トイレに石ころがある。あ、皆さん怪訝な顔をしましたね。そんな石見たことないって。それもそのはずです。そのトイレは今ではもう使われずに倉庫に改装されて、この広い校内のどこかに誰にも知られずひっそりと存在してるんですよ。あー、じゃあもうトイレではないんだ、倉庫なんだね。うふうふ、なんで今は使われていないかって聞きたそうな顔してますね。実はそのトイレで何年か前にある事件があったからなんです。坂上くん、そのある事件とはどんな事件だと思いますか。あー、ピンチか、自殺か、どうしようかな。まあ最終的にどっちも見たいと思うので、少しお経で1番、いや自殺ですか、2番から見ましょう。 いえ、殺人事件でした。それでその殺人事件なんですが、ちょっと変わっていて殺されたのは赤ちゃんだったんですよね。へえ、皆さん何か言いたそうな顔してますね。それもそうですよね、だって学校のトイレには普通赤ちゃんはいませんから。その赤ちゃんはその時在籍していた女子生徒の産んだ子供なんです。闇が深そうな話なのこれは。しかしよりによって学校で出産なんかしないでいいと思いませんか。それには理由があったんです。実は望まない妊娠だったみたいなんです。女性の前では言いにくいんですけど、そのつまり無理やり妊娠させられたってことなんですよね。それでその子は誰にも相談できず、ついには学校のトイレで出産して、そしてその場で我が子を石で殴って殺したそうです。すげえな。いや、なんかそんなさ、産婦人科とかさ、病院行かないでさ、自力で出産できるもんなの、知らないけど、すごい話だな。ずいぶんひどい仕打ちですよね。でも彼女だって被害者なんだから、彼女だけ責めることはできません。もちろんすぐに彼女は警察に捕まりました。けれどすでにひどく精神を病んでいたその子は、そのまま病院に入院させられました。入院した後は噂によると自殺してしまったそうです。やはり子供を殺してしまったという罪の意識に耐えられなくなったんでしょうか。それでそんなことがあってから、そのままトイレとして使うわけにはいかず、改装して倉庫にすることにしたそうです。どうせなら全部壊してしまえばよかったと僕は思いますけどね。それから数ヶ月経ったある日、校内で奇妙な噂が流れ始めました。夜遅くになると例のトイレのあった部屋から赤ちゃんの泣き声が聞こえる、そんな噂です。その噂を聞いた学校中の人はみんなあの事件を思い出しました。どういうわけか先生たち、学校側の人間ですらその噂を信じる始末でした。だってその赤ちゃんの泣き声を最初に聞いたのは当直の先生だったんです。その日当直の先生はいつものように校内の見回りをしていました。そしてあの部屋の前を通りかかった時にかすかな声を聞いたんです。最初は生徒が忍び込んだか何か事情があって怒っているんだと思いました。けれどもよく聞いてみると、その声は赤ちゃんの泣き声にそっくりです。当然ここであった事件は知っているので、ゾッと背筋が凍りつきました。しかし持ち前の正義感と教師という責任感で、先生は部屋の中を確認しに行きます。ひょっとすると生徒がいたずらしているかもしれない、そう思ったかもしれませんね。でも予想は裏切られました。部屋の中はガランとしていて、人の影は見当たりません。それにもかかわらず、赤ちゃんの泣き声はやむどころかどんどん大きくなっていて、もううるさいくらいでした。もう我慢ならない、いたずらにも程があると
声のする方に明かりを向けると、そこには握り拳ほどの石が転がっていたんです。薄気味悪さを感じながらも、石を確認するために近づいていました。するとどうでしょう。確かにその石からはっきりと赤ちゃんの声が聞こえます。たまらず部屋を飛び出そうとしましたが、その時に部屋の隅で、うごめく何かを視界に捉えたんです。ありえない。そこにいるのは生まれたての赤ちゃんでした。頭の中ではそう理解しています。けれども、それは本当の赤ちゃんじゃありません。うわっ、何これ。ぐちゃみそじゃん。だって、頭が割れて顔が潰れているのに動いているんですから。うわー、ちょっと気持ち悪い。ギャー！思いっきり先生は叫び声を上げて、その部屋から逃げ出しました。当直室に戻った後は、部屋中の電気をつけてそのまま朝まで起きていました。そして朝一番に退職届を出したそうです。結構思い切っちゃったね。その時、宿直の先生は大声であの部屋での出来事を説明していたので、職員室に来ていた生徒にもしっかりとことの、なんだね、ことの、なんだね、これ、聞こえていました。おかげであっという間に学校中の誰もがその噂を耳にすることになります。それからも当直になった先生の間で同様の体験をしたという話がひっきりなしに上がりました。中には退職や当直を断る人まで現れ始めました。これには学校側も参ってしまったようで、お祓いを済ませた上で厳重に施錠をして誰も入れないようにしてしまいました。その上、当直時にその場所には近づかなくてもいいという条件もつけました。だから今ではその日や場所やそこで何があったかを知っている人はほとんどいません。けれども、今でもそこに近づくと赤ちゃんの泣き声が未だに聞こえてくる。これがこの学校に伝わる夜泣き石の話です。常識的に考えればこんな話信じられないですよね。だって石は鳴き声を上げるんですよ。正直な話、バカバカしいじゃないですか。けどね、僕はこの話が本当だと思ってるんです。その理由を話しましょう。うわっ、また新しい子だな。これ随分垂れ目だね。これ、僕のクラスに藤井さんっていう女子がいました。あ、もちろん仮名ですからね。彼女はとても優しい性格で、それでいて気さくで、誰からも好かれる子でした。こんな僕にすら気軽に声をかけてくれたんですから、それはもう女神みたいな人でしたよ。確かに、細田くんに声をかけるなんて、ずいぶん物好きだね。優しいのか物好きなのか。でもそんなある日、彼女に異変が起きました。唐突に赤ちゃんができたなんて言い出したんです。もう学校中大騒ぎで、両親も急いで病院に連れて行きました。おい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 。早まんなよ。調査の結果、彼女の言葉とは裏腹に妊娠なんてしていませんでした。よかった、危ない、退学になるとこだった。彼女の症状はストレスによる精神病の一種という診察の結果が出ました。なんか想像妊娠とかそういう話なのかな。心優しい彼女のことです。いろんなストレスを知らないうちに身に溜め込んでしまっていたのでしょうか。とりあえず登校する分には問題なしとの診断が終えたので、それからも彼女は普通に登校し続けました。時々会話の中で自分のお腹の中にいる赤ちゃんの話が混ざる以外は今までの彼女でしたから特に問題もありません。もともとみんなには好かれていましたから。クラスメートたちも気を使いながらそんな彼女に優しく接していました。そんなある日の中、放課後、僕にクラスの女子が声をかけてきました。彼女の名前は伊藤さん。藤井さんといつも仲良くしていた親友です。何でも僕に相談があるって言うんです。細田くんに相談？あまり頼られたりなんかしたことのない僕ですけど、せっかく相談してきてくれたんだから、できる限りの力にはなりたいと思いましたよ。伊藤さんが言うには、藤井さんが変わってしまったのには原因があるそうです。あの子ね、あんなことを言い出す少し前に学校の中で赤ちゃんの泣き声が聞こえるって言ったの。赤ちゃんの声？僕の脳裏にはあの話が浮かびました。赤ん坊の泣き声といったらあの噂しか考えられませんでしたからね。思えばあれが 病気の前触れだったのかもしれないけど、彼女はどこか言葉にするのを躊躇しているようでした。自分でも認めたくない、そんな思いがあるように感じましたね。でもひょっとすると病気なんじゃないのかもしれない。病気なんかじゃないのかもしれない。
あの細田くんは、夜泣き石の話って知ってるかな。もちろん知っていましたから素直に答えました。うん、知ってるよ。あの子ね、あの部屋に入っちゃったみたいなの。え？彼女が言うにはこうです。藤井さんはその日遅くまで教室に残っていたそうです。荷物をまとめて帰ろうとすると校内のどこかから赤ちゃんの泣き声が聞こえてきました。ここ 2,3 日前からよく耳にする声。最初は幻聴だと思っていたけど、こう続くと幻聴だとはとても思いません。それでついに彼女はその声のする場所を探しに行ってしまいました。もしかしたら本当に赤ちゃんがいて何か危ない目に遭っているのかもしれない。優しい彼女のことですからそう思ったんでしょうね。校内を声のする方へ歩いていくと、見覚えのない部屋の前へとたどり着きました。知らない部屋に少し疑問を覚えながらも、彼女は扉に耳を当てて中の様子を探ろうとしました。おぎゃーおぎゃーおぎゃー、確かに部屋の中に赤ちゃんがいるようです。不思議なことに少しも恐怖は覚えず、ただ今すぐに赤ちゃんを助けてあげなきゃ、彼女はそう強く思ったそうです。そして彼女は部屋の中で見つけてしまったのです。見つけたって何を見つけたんだい？話の途中で黙ってしまった彼女に僕は聞いてみました。彼女はその一言を言うのを非常にためらっているみたいでした。一体何を見つけてしまったんだろう。僕が、固唾を飲んで聞いているとかな。彼女はようやく重い口を開きました。赤ちゃん。赤ちゃん？ええ、その日のうちにそんな電話があの子からかかってきたの。あの子が言うには赤ちゃんがいたって、だから連れてきたって。僕には彼女が言っていることがすぐには理解できませんでした。それで話は聞いたの？じゃあ赤ちゃんはどこにいるの？って。伊藤さんは悲しそうに言葉を続けました。お腹の中に入れてきた、そうあの子は言ったの。それからはずっとあんな感じになっちゃって、今にも泣き出しそうな表情です。本当に藤井さんのことが心配なんだろうなって思いましたよ。だから私はこれってあの夜泣き石が関係しているんじゃないかなって思うの。確かにあの話と似通った状況です。それで細田くんってそういうのに詳しいから何か知らないかなって。残念だけど僕はこの話を知っているだけで対処法なんて知りません。けどなんとか力になってあげたくて首をなっていると、唐突に教室の扉が開きました。あ、こんなところにいたの。もうこんな時間だし一緒に帰ろうよ。藤井さんです。伊藤さんがいないのに気づいてどうやら探しに来たみたいです。あ、ごめんね。一緒に帰ろうか。早く帰ってご飯食べようよ。もうお腹ペコペコ。やっぱり赤ちゃんが私の栄養取っちゃってるのかな。いつものように自分の赤ちゃんの話をする藤井さんを伊藤さんは悲しそうに見ていました。そうだね、細田くんごめん、私そろそろ帰るね。あのね、せっかくだから二人に教えてあげるね。藤井さんが急にそんなことを言い出しました。私の赤ちゃんそろそろ外に出たいって言ってるの。生まれてきたら二人とも仲良くしてあげてね。そう言って自分のお腹を愛しそうになってます。ちょうどその時に日が沈み、教室の中は一層暗くなりました。そしてその時、僕は見たんです。藤井さんのお腹の周りからにょっきりと生えた頭の潰れた赤ちゃんを。どういうこと？もぞもぞと動きながら、僕と目が合った瞬間に嬉しそうに笑った気がします。僕は体中の震えとカタカタと歯の根が鳴るのを止めることができませんでした。そのまま彼女は笑顔のままで僕に挨拶をして教室を出て行きました。伊藤さんも藤井さんについて行こうとしましたが、僕は少しだけ引き止めてこう言いました。藤井さんをできるだけ早く説得して、お寺か神社で見てもらった方がいいよ。伊藤さんは少し驚きながらもうなずいて、そのまま藤井さんの後を追いました。僕があの時見た赤ちゃんの姿、あれはかなりたちの悪いものです。霊感が少しだけしかない僕でも危険だっていうことは十分わかりました。できるだけ早くしっかりお祓いしないと大変なことになります。でもできるだけ早くというのは僕の間違いでした。あの時今すぐにって言えばよかったんです。
次の日、僕は昨日のことが忘れられず、少し寝不足気味です。ホームルームが早めに終わったので、授業開始まで少しだけ時間がありました。まるで休み時間みたいに、みんなで思うままにワイワイと自由に過ごしています。そんな時に藤井さんが教壇の前に立って、みんなに呼びかけました。え、何？今から私の赤ちゃんが生まれるわ。みんなで祝福してあげてね。ちょっとやめてやめて。ちょっと危ないから。危ないよ。クラスのみんな、藤井さんがついに壊れてしまったのかと思いました。え、そんななんか、出産ショーを行おうっていう。それによく見ると、え、うわぁ。それによく見ると、彼女の右手に包丁が握られています。おいおいおい。僕も含めてクラス中、声一つ出せずに、ただ見守っていました。今から出してあげるね、私の赤ちゃん。心底嬉しそうにそうつぶやいて、右手の包丁を大きく振りかぶり、自分のお腹へと振り下ろしました。うわぁ、やってもうた。最初は何が起こっているのか誰もがちゃんと理解できなかったと思います。彼女のお腹から勢いよく溢れ出す真っ赤な血が足元に大きな水たまりを作ると、ようやくクラス中のあちこちから悲鳴が上がり出しました。僕は悲鳴を出すことも逃げ出すこともできず、ただ呆然と彼女を見ていました。藤井さんは自分のお腹を突き刺した包丁で大きく切り開くと、今度は自分の手をその切り口からお腹に入れて何かを探ろうとしているようでした。うわ、痛い痛い。伊藤さんが泣きながらそんな彼女にすがりついています。まるで悪い夢のようでした。錆び臭い血の匂いが部屋中に散漫して、僕の喉の奥からは酸っぱい胃液がこみ上げました。全身を真っ赤に染めながら、藤井さんはお腹の中から手を引っ張って自分を抱きしめる伊藤さんに手を差し出し、こう言いました。ほら、生まれたよ、私の赤ちゃん。苦しみに耐えながら、慈愛に満ちた表情で優しくそうつぶやくと、そのまま彼女はバッタイとドアで白目を向いて何度か短く痙攣した後に動かなくなりました。藤井さんの手に握られていたのは、彼女の血に濡れてテラテラと赤く光る石です。伊藤さんの絶叫を聞きながら、僕は自分の意識がだんだん遠くなるのを感じました。意識が消える直前に嬉しそうに赤ちゃんの笑い声が聞こえてきました。次に目が覚めたのは病院のベッドでした。 僕以外にも大勢のクラスメイトが運ばれていたみたいです。ショックが大きすぎてしばらく何が起こったのか状況が飲み込めませんでした。いきなり藤井さんが自分のお腹を裂いて、そこから石を取り出して死んだ。あまりにも異常な状況に頭がパンク寸前で何も考えられませんでした。そのまま数日入院した後、僕は他のクラスメートと一緒に退院しました。けど中にはまだ退院できないクラスメートもいました。その中には伊藤さんの姿もあります。その後彼らの中には戻ってきた人もいますが、まだ戻ってこない人もいます。伊藤さんはまだ入院してるんです。一応この事件はストレスに悩む藤井さんの自殺ということで決着がつきました。でも僕にはどうしてもそれだけだとは思いません。あの時見た藤井さんのお腹から生えた赤ちゃん、彼女がお腹から取り出した石、それと僕が最後に聞いた赤ちゃんの笑い声、僕は思うんですよ。彼女が部屋で見つけたのはきっと夜泣き石だったんだって。そして殺された赤ちゃんの性への執着が彼女を狂わせた。狂ってしまった藤井さんはその場で石を飲み込んで、それを赤ちゃんだと信じ込み、最後はそのまま取り殺されてしまったんじゃないでしょうか。もう真実は誰にもわからなくなっちゃいましたけどね。え、あの部屋の噂はどうなったって？あれ以来赤ん坊の泣き声が聞こえることはなくなったみたいです。でもね、僕は違う噂が流行り出したんです。今度は違う噂が流行り出したんです。夜廊下を頭の潰れた赤ん坊が歩き回るっていう噂が。これは僕の推測ですけど、あの赤ん坊は藤井さんによってあの部屋から解放されたけれど、魂はまださまよっているんじゃないかって、赤ちゃんはまた生まれたがっているんじゃないかなって思います。そしてまた生まれるために次の獲物を探して夜な夜な徘徊しているんじゃないかって。これで僕の話はおしまいです。そろそろ周りも暗くなってきましたね。このまま何もなくこの回終われるといいんですけど。もうなんだなんだこれ、怖いな、怖いこと言うなよ。エニグ生まれるもの、これはこのまま
セーブをしたいと思います。リンチの選択肢はどうしようかな。はい、こんにちは皆さん、ボラです。また10話目の補作の話を思いまして、リンチとかですかっていう選択肢が残っているので、こちらを見ていきたいと思います。いえ、もっとひどいものです。その女性の皆さんの前にこういうこと言うのも気が引けますけど、この事件はただの殺人事件じゃなく強姦殺人事件だったそうです。ここまでは一緒だな。放課後遅くまで残っていた女子を無理やり連れ込み乱暴して、その上で殺したんです。恐ろしい。そんな、なんか学校でそんなこと起こる？どんなに治安が悪い学校だと。最低ですよね。僕だって女子には全然モテませんけど、そんなことなんて絶対したくありません。発見された女子生徒の姿は、それはひどい姿だったらしいです。全身打撲のあざに声を出せないよう喉は潰されていました。なん？そんなに？マジかよ。それに加え、指示のいくつかを骨折させられていて、あらぬ方向に曲がっており、顔面には鈍器で殴りつけたように誰との判別もつかないようで、二度と二目と見れる無駄らしい有様だったようです。そこまでやる？そこまで。幸いにも犯人はすぐに捕まりました。日本の警察は有能ですからね。その犯人の素性は近所の橋の下に住んでいる不老者だったようです。この学校の生徒じゃないの？よく入れるのはセキュリティ甘すぎだろ。たまたま学校に忍び込んだ際、人入れた女性と見て、うわぁ、いたたまれない事件ですよ。本当だよね、運が悪いわ。その事件からしばらくして、そのトイレで不可思議な現象が起きると噂になりました。あんなことがあった後ですから、学校側はもちろんその場所を封鎖していました。それにもかかわらず、中から人の気配がする。気配だけでなく、女性の泣き声まで聞こえる。そんな噂が学校中に広まり出しました。殺された彼女が幽霊となり、憎しみと悲しみの泣き声を上げているんだと誰もが信じました。そんな噂が広がり出すと、怖いもの見たさで近づく人間も出てきちゃうんですよね。そういうのってよくありますよね。怖いのについやってしまう。ひょっとして坂上くんもそんな人じゃないんですか？だったら忠告してあげます。興味本位で近づくのはやめておかないと、取り返しのつかないことになったりしますよ。話を戻しましょうか。それで当時の学園にもそんな愚かな人間がいたんです。名前は仮に佐々木くんとでもしましょうか。彼はどちらかというとおとなしい部類に入っていました。喧嘩なんかしたこともなく、毎日がそれなりに穏やかで楽しい学園生活を送っていました。いいことじゃない。毎日がそれなりに穏やかってすごいいいことだった。しかしその噂が流れ始めた頃、彼はこれまでにない何かを感じ、興味を持ち始めたんです。そして噂の真実を突き止めようと、放課後夜遅くまで学校に一人で残ることにしました。周りから人の気配が消え、薄闇が校内を覆い出した頃に、彼は例のトイレへと向かったんです。薄暗い校内に恐怖を覚えながら、それでも歩みを止めずに徐々に例の場所へと近づいていく。静まり返った校舎で辺りに響き渡るのは自分の足音だけ。いいえ、足音に混じって何かが聞こえます。女の人のうめき声か泣き声のような声が聞こえてきました。その時になって初めて彼の中の恐怖心が一気に跳ね上がりました。ですがそれ以上に噂が真実だったことへの衝撃が上回りました。噂は本当だった。じゃあトイレの中には彼女の幽霊がいるんだろうか。そんな自分の疑問を確かめるべく、彼はさらに歩みを進めました。トイレに近づくにつれて声は徐々に大きくなっていきます。ついに彼はトイレの入り口へとたどり着きました。ブルーシートとテープで厳重に封鎖されてはいましたが、今の彼にとってはそんなものは些細な障害です。あっという間にくぐり抜けると、迷わず中へと足を踏み入れてしまったんです。中には彼が予想していたような姿はなく、当然のように無人でした。彼はほっとしたと同時に心底がっかりしたんだと思います。せっかく勇気を出してここまで来た結果がこれですから。でも不思議なことにあの声だけは聞こえてくるんです。
悲しそうにうめく女の人の声がね。その声はこのトイレのどこから聞こえてくるんだろう。もしかしたら女のうめき声に聞こえるけど、隙間風が女のうめき声のように聞こえているだけかもしれない。せめてこの声の秘密だけでも解いてやろう。彼はそう考えました。室内にどこかおかしいところはないか探してみました。なんだこれ、夜泣き石だ、夜泣き石。すぐに彼は床に落ちているものに気がつきました。握り拳程度の大きさの石です。握り拳程度って結構でかいよね。色は黒と赤で、まるで黒い色の石のように赤いペンキが何かをかけたように見えます。なぜトイレにこんな石が？疑問に思うも、どうやらこの女性のすすり泣く声はこの石から聞こえてくるようでした。常識的に考えて石から声が聞こえるなんてことはありえませんけど、それにもかかわらずはっきりとその石からうめき声のような泣き声のようなううという気味の悪い声が聞こえます。急に彼は恐ろしくなりました。悪寒が全身を一気に包み込みます。冷や汗が出てきました。なんで自分はこんなところに来たんだろう。なんで自分はこんなところに興味を持ったんだろう。遅すぎますが自問自答します。ですがいくら考えても答えは出ません。そして何かに見入られてしまったかのようにも思われました。誰だってそんなところに1分1秒だって言いたくないですよね。彼は情けない叫び声を上げながらすぐに出口に向かって駆け出しました。ですが足がもつれてうまく走れず転んでしまったんです。いてて、痛む体をさすりながら起き上がった時、彼は背後に突き刺さるような視線を感じました。ですが怖くて振り向けませんでした。背後から漂う異様な雰囲気を察していたからね。でもふと横にある洗面所の鏡を見てしまったんですよ。そう、鏡に映る自分の姿とそれに寄り添うように立つ女性との姿を。鏡の中の少女は制服は破れ、ところどころ血がついていました。髪はボサボサに乱れ、顔が隠れています。そのボサボサの髪の毛の間からうっすらと目のようなものが確認できました。うわ、何これピチャピチャって。そしてどこからかピチャピチャと音がしました。それは彼女の顔面から頬を伝い滑り落ちる血の音だったんです。すぐに鏡から目をそらそうとしてそのまま外に出ようとしましたが、体がピクリとも動きませんでした。目を閉じることすら許されず、彼は鏡に映る血まみれの女性との姿を見せ続けられました。顔はうつむき加減ではっきりとは見えませんが、鏡越しに彼を睨んでいるようでした。そして女性とは徐々に彼の方へと近づき、すぐ背後まで来ているのではありませんか。まるで虫か何かが這い回るような不快感を背中に感じ、叫びたい衝動に襲われても金縛りにあったかのように声一つ出せませんでした。そして女は彼の肩越しに近づくと耳元でささやくように、あの石と同じ声を発したんです。泣き声に混じって荒い息遣いが聞こえます。冷たい風が彼の頬をすり抜けました。あの女のものに違いありません。冷たいはずなのですが生温かく、そして血の混じった匂いがします。それが耳元から彼に吹きかけられているのです。もうダメだ。恐怖が限界と達したその時、急に体の自由が戻ったんです。逃げるなら今だ、そう彼が駆け出そうとしたその時です。急に鏡の中で背後にいた女性とは彼の背中に飛びついたんです。背中にぴったりと張り付き、獅子はまるで蛇のように彼の体に絡みつきました。絡みついたその女性との体は氷のように冷たく、体中の体温を奪われそうなのでした。必死で逃げようともがく彼を嘲笑うかのようにぐいぐいと体を密着させてきます。そして六六首のように首を長く伸ばし、彼の眼前に顔を突き出したんです。その顔には目と口がありませんでした。目と口のある場所にぽっかりと広がるのはうつろな闇だけ。まるでムンクの叫びの口と目を真っ黒に塗りつぶした感じとでも言えばいいのでしょうか。そのまま彼は恐怖のあまり気を失ってしまいました。薄れていく意識の中で最後にあのうめき声が聞こえました。翌日、そのトイレで倒れている彼を先生が発見したそうです。幸い心身ともに異常なく、ほどなくして学校に通うようになりました。
彼はその時の出来事をみんなに話したので、たちまちその話は学校中に広がりましたよ。例の事件の後にこんな噂が流れたら誰だって信じます。僕だって信じちゃいますよ。実はですね、それに加えてこの噂の信憑性が増すようになったことがすぐに起きたんです。佐々木くんがその後間もなく亡くなったんです。嘘、佐々木くん死んだの。首吊り自殺でした。しかもその場所もまた例のトイレの中でですよ。これだけのことが起きたらもう疑う生徒はほとんどいません。とりあえずは彼の自殺で全てに幕が下りたように見えました。けれどもそれは間違いだったんです。同様の事件が彼の命日から相当遠くないうちに起こったんです。しかも立て続けに3人、この全員が死の直前に佐々木くんと同じような体験をしたと友人に話していたそうです。ここまで来ると学校側ももう見過ごしておくわけにはいかなくなりました。急遽そのトイレを倉庫のような形へと改装して、新しくトイレは別の場所に移りました。そして元の部屋は誰も近づけないように厳重に施錠しました。こうしてその場所を誰にも知られないようにひっそりとこの学校に存在し続けました。今ではその場所を知っている人間なんてほとんどいないんだと思います。でもそれにもかかわらず、それから何度も同じ事件が起きているんです。まるであの声に呼ばれたかのように、誰も知らないはずのあの部屋へとたどり着き、最後はみんな佐々木くんのような末路をたどったようです。僕は一層全部壊してしまえばいいと思うんですけど、そういう工事をするために機材の不調や作業員の体調不良が必ず起きたそうですよ。何でも死人まで出たっていう噂ですし、ここら辺はありがちな怪談話といえばその通りなんですけどね。こうして今でもこの学校のどこかにあの部屋と石は存在していて、毎晩哀れな生贄を求めあの鳴き声を発しているんです。これが僕の知っている夜泣き石の話です。坂上くんは僕の話信じてくれますか？マジか、ここで選択肢か。信じる、信じない。マジか、どうしよう。否定的になる。信じない。やっぱりこんな話信じられないですよね。とりあえず石がなくなんてむちゃくちゃすぎますもん。でもね、これは本当の話なんですよ。なんでそんなことを断言できると思います？それはね、僕は実際にその部屋を見つけたことがあるんですよ。前振りが随分長くなっちゃいましたね。じゃあその時のことを話しましょうか。あ、今の前振りなんだ。え、これからなの話は。その日はクラスメートの掃除当番を代わってあげたり、先生から用事を頼まれたり、いろいろあって帰る時間が随分遅くなってきました。みんなひどいですよね。僕は何も断らないからっていろいろと用事を押し付けるんですもん。気がついたら周りはすでに暗くなっていて、僕の他に学校に残っている人は宿塾の先生くらいだったと思います。慌てて帰る準備をして教室を後にしました。夜の学校って入ったことありますね？それはもう不気味なんですよ。昼のうちはあんなに騒がしくて人の大勢いた学校が、たった半日の時間でまるっきり今までと正反対に揃った変貌を遂げるんです。シーンと静まり返って、そんな異常な空間を僕は歩き続けました。学校は相当広いし、僕の教室は玄関からだいぶ遠くて、移動するだけでも結構の時間がかかります。僕はどちらかというと勇気はない方なので、正直走り出したい衝動に駆られましたよ。でもそんなことをしたらもっともっと怖くなる。走り出してしまったら見えない何かが追ってきそうな、そんな雰囲気を持っていました。そんな風に思いながら、できるだけ周りを見ないように足を進めていました。そんな時です。僕からともなく例の鳴き声が聞こえてきました。僕は夜泣き石の話を知っていましたから、すぐにこれが例の声だって分かりましたよ。あの時の恐怖は忘れられません。すぐに耳を塞いで全速力で走り出しました。無我夢中で走って走り抜いて、ふと我に返ると、そこは玄関とは見当違いの場所です。おそらく錯乱状態だったため、別の方向へと走ってきてしまったみたいです。大きく深呼吸して少し落ち着きを取り戻した僕は、もう一度玄関へ戻ろうとしました。玄関に向かい少し進むと、相変わらず聞こえ続けていたあの無邪気な不気味な鳴き声に変化が起きました。進むにつれて徐々に声が大きくなってきているんですよ。嘘、終わりじゃんこんなの。もう終わりでしょ。
それで僕は思ったんです。ああ、この先にあの部屋があるんだなって。不思議なことに冷静でしたね。思えば無理やりでも遠回りして帰ればよかったんですよね。ですがその時の僕はなぜかそのまままっすぐ進むことしかできなかったんです。そして僕はその扉の前まで来てしまいました。一見何の変哲もない扉でした。ただこんな場所に部屋があったなんて僕はその日まで知らなかったんです。おかしいですよね。それなりに長い学園生活を送っていたのにも知らないだなんて。それともやはりあの部屋は何か不思議な力で普段は誰も気づかないでいるんでしょうか。それでですね、僕はすぐさまその場を去ろうと思いました。だって僕は佐々木くんの辿った末路を知っています。中に入ればきっと命はない、そう確信したからです。けれどおかしなことに体はちっとも動きません。それにあろうことかその扉へと近づきます。頭では逃げたいとどんなに思ってもなぜか体が勝手に動いているんです。まるで何かに取り憑かれたみたいに。そうこうしている間も僕の意思とは関係なく体はドアノブに手をかけました。目の前の扉の向こうからははっきりとあの声が聞こえてきます。この先にあるのはきっとこの世のものではありません。入るなんて絶対に嫌です。ドアノブを回す金属音が随分と大きく響き渡ったのを覚えています。確か噂では部屋には施錠したと聞いていましたが鍵はかかっていないようでした。そしてそのまま僕の腕は扉をゆっくりと開きました。配線が狂っているのか部屋の中は壊れた電灯が点滅を繰り返していました。床はタイル張りで確かにもともとトイレだといえば納得できる内装です。僕は泣き声が聞こえるちょうど真ん中あたりの床に目を向けました。うわ、夜泣き石だ。そこにありましたよ、夜泣き石が。ありえないことですけど確かに石から無邪気な泣き声が。無邪気なじゃないって不気味じゃないな。まあいいや。泣き声がとにかく聞こえました。もっと近くに寄ってみよう。なんでそんなこと思ったのか今でも不思議ですけど、その時はそう思ってしまいました。そうして部屋に入ろうと足を動かしかけたその時です。僕の左腕からパンと何かが弾けるような音が聞こえました。目をやると腕につけていた数珠が弾け飛んでいるじゃないですか。やばいじゃんそれ。その数珠は僕のおばあちゃんの形見で亡くなる前にお守りだって言われて渡されたものだったんです。それが弾け飛ぶって相当やばい幽霊なんじゃないの。紐が切れ足元に散らばっている数珠を、唖然と見つめているとふと頭の中が徐々にクリアになっていく感覚がしたんです。軽く腕を動かしてみるとようやく自分の体が自由になったんだと気づきました。すぐに逃げなきゃ。そう思って僕は自分の左腕から視線を元に戻しました。そして来てしまったんですよ。部屋中をびしりと埋め尽くすたくさんのうつむいた人影。みんな制服を着た生徒です。その中心に立つ女性とかゆっくりと顔を上げました。彼女にはこれなんだろうな、あるのは目と口の場所にぽっかりと開いた暗闇。そしてそれに従うかのように残りの人影も徐々にこちらを向きました。どれもこれも彼女と同じように顔には3つの穴があった。そして一斉に何人もの泣き声が重なり合い一つの長いうめき声のようでした。地獄の底から響いてくる、そんな表現としか言いようのない怒り、憎しみ、悲しみ、悪意、殺意、そんなさまざまな負の感情が込められた声でした。うわぁ、僕は悲鳴を上げてその場に倒れ気を失ってしまいました。次に僕が目を覚ましたのは見知らぬ天井でした。どうやらあの後僕は気絶して悲鳴を聞いて駆けつけた宿直の先生に助けられたそうです。それにしてもあの人影は何だったんでしょうね。でも僕はね思うんですよ、あの人影たちはあそこで死んだ人たちなんだって。夜泣き石に関わって命を落とした彼らは未だにあそこで留まっているのでしょうか。それに僕の見た女子生徒の姿はやっぱりあの場所で殺された子なんでしょうか。
未だに彼女はあの場所にとどまっていて世界を憎しみ続けているのかもしれません。あの時聞いた鳴き声はそれぐらい悲痛な感じの声でしたから。噂では米木医師は彼女が殺された際に使われた凶器だなんて言われてますけど、それだったら普通警察が回収していってるはずですよね。だから僕の見たあれは彼女の怨念そのものなんじゃないかって今では思いますよ。これであの話は真実だって皆さん分かってくれたでしょ。だけどくれぐれも興味を持って調べたりしないでくださいね。君だって彼らの仲間になんてしたくないのかないでしょ。あやく僕もそうなりかけたんですもん。なんで助かったのかよく分かりませんけど、それとも助かったと思い込んでるだけで本当は助かってなんていないのかもしれないです。だって今でも夜になると僕を呼ぶあの泣き声が聞こえるんですから。これで僕の話は終わりです。いや、ホスラ君助かってないんじゃねこれ。何なんだろうね。でもやっぱおばあちゃんのその数珠があったから殺されることはなかったのかな。でもやっぱそういう夜中にそういう声が聞こえてしまうっていう後遺症は残ってしまってるけど、数珠がなかったらホスラ君 今頃死んでんね。うん、じゃあホスラ君の話を信じるっていうのに入って答えようかな。